大谷の大活躍に嬉しい悲鳴を上げているのが、手作りの大谷メーターを作る地元の人たちです。先週からスタートしたんですが、ただ本当にあっという間に50-50達成したとはちょっと本当に予想ちょっと甘かったなっていうところですね。今日急遽ですね、強気の60まで作りましたんで、60待ってますっていうことです。歓喜に沸く大谷のふるさとを体感しようと、旅行の行程を変更して訪れた人も。海岸線を来ようと思ってたんですけど、あ、じゃあちょっと昨日あったんで出資役所ってかと思って、喜びを分かち合えた感じがしてとても嬉しく思ってます、一方こちらは奥州市の大谷翔平ファンクラブ代表で美容室オーナーの菅野博信さん。いや、もう本当に朝からね、大忙しでしたね。もう本当にもう喜びもひとしおでしたし、6打数6安打3打席連続ホームラン10打点、もうどれだけお膳立てができればこれほどのね結果が出られるのかっていうのが、もう本当に大興奮でした。1年前番組が取材した時と比べると、赤から青へ展示のグッズが様変わりしていました。新たに加わった貴重なグッズを見せてもらうと、例えば一番話題となるのは、ロスの街が大渋滞を起こして交通ね、まあ非常態を起こしたのがこのボブルヘッド人形ですね。デコピンちゃんとの可愛いやつですよね。昨日の試合もお客さんと共に観戦。やったー、52-52。営業中の記録更新にせわしない菅野さん。接客の合間を縫って店内に掲げられた大谷メーターを張り替えます。張り替えるのが大変ですか？大変ですね。一応60ちょっとまで作ってますんで。背番号17、ドジャースの帽子が描かれています。こちらのお宅ではあるもので大谷メーターを作っているということなんですが、こちらですね、かぼちゃの大谷メーターです。趣味でかぼちゃを育てているという藤原和義さん。大谷が45号を放った翌日からホームランと同じ数のかぼちゃを自宅前に並べています。かぼちゃの収穫量が今年多かったんですよ。170個ぐらい取れたんで、この小さいやつが。でそれで何かに使えないかっていうので、小さい子どもたちも散歩がてら来てこうやって頭を撫でて欲しいっていう子もいるんですよ。かぼちゃを棚に並べるという斬新な大谷メーターをひらめいたきっかけとなったのが、ミノサンデーライブさんがバッとの上にボールを置いている。じゃあ棚の上にかぼちゃ、あ、同じだなっていうのがヒントになって使わせていただきました。確かにこっちに持っていくとボールに見えてきますね、かぼちゃが。そうなんですよ。50個まで置こうと作った棚はみるみる埋まっていき、この週末に棚を増やそうと考えていた矢先のホームラン量産となりました。かぼちゃもいっぱいありますし、棚も上に上げればいいですから大丈夫です。とにかく岩手の誇り、岩手の宝ですんでね、とにかく頂点目指して頑張っていただきたいです。